ジーン・ロッテンベリージーン・ロッテンベリーは、アメリカ合衆国のテレビ、映画プロデューサー。SF 特撮作品、スター・トレックの生みの親として知られる。ジーンは愛称であり、フルネームは、ユージーン・ウェスリー・ロッテンベリーである。なおウェスリーは、新スター・トレックのキャラクター名としても使われている。テキサス州エルパソ生まれ、ロサンゼルスシティ・カレッジ卒業。第二次世界大戦では、 アメリカ軍の爆撃機 B-17 のパイロットを務めた。戦後はパイロットの腕を活かしてパンアメリカン航空で働く。またこの時、乗員としてパンアメリカン航空121便墜落事故に遭遇、現地住民の協力を得て幸運にも帰還し、表彰もされたが、これで人生が変わったとも語っている。しかしパイロットはフライトまでの時間が長く、暇つぶしに、 詩や小説を書いているうちに、航空雑誌に文章投稿を行うようになった。この時初めて、スタートレックの構想を公表している。その後アメリカでは、テレビ文化がさらに発達したため、文筆業つまり、脚本やプロデューサーの仕事に憧れたが、すぐ独立することは無理なのでパンナムを退職、ロサンゼルス市系に就職しながら、テレビドラマの脚本家を目指した。 当初は全く売れなかったが、地道に売り込みを続けた結果、1950年代から多数のテレビドラマシリーズの脚本を担当。気がつくと脚本家の収入が、出世もしていた警察官の6倍になっていたため、警察を退職する。1963年にアメリカ海兵隊員の生活を描いたシリーズザ・ルテナントのプロデューサーを務めた、次に、 警察時代の経験を生かした警察ドラマ、激突をプロデュース。この時に、スタートレックで活躍することになる俳優やスタッフと知り合う。しかしベトナム戦争など、社会批判を盛り込もうとすると検閲が入り、不満に思っていたところ、直接でなく比喩表現で、間接的に批判すれば検閲が入らないことに気がついた。これも、スタートレックで、 間接的な社会批判を作るきっかけの一つとなった。そして三作目のドラマとして、前述の構想、西部を行く、滅場車体の物語を宇宙を舞台にして展開する SF シリーズの制作に着手する。これが後のスタートレック宇宙大作戦シリーズであり、パイロット版を2本作るなどの右与曲折を経て、葬式、脚本、監督を務めた。ただし契約書には、 アイデアの提供のみでサインしたため、実は動作を作ったこと自体では1ドルも儲けていない。日常生活の時間もすべて注ぎ込んで制作に当たったが、は、絶対してはいけない等の不分率を多数作る、現場で脚本を書き直す。これらの行為についていけなかったスタッフやゲスト俳優が降りていったこともあった。脚本を担当したタロス星の限界人が、 救護賞映像部門を受賞した。終了後、同作で、チャペル看護師及び、シンスタートレックで、ラクサナトロイを演じた女優のメイジェル・バレットと、明治神宮で、親善結婚を挙げた。息子を一人授かっている。テレビシリーズの終了後、後の TNG のデータ調査のモデルとも言える、人造人間クエスターを制作したが、これは、パイロット版の単発番組一本のみで、 を手掛けたテレビドラマ企画が放映される機会には恵まれなかった。後に、スタートレックを映画化し、大ヒットはしたものの、莫大に膨れ上がった制作費を回収できず、内容面でも厳しい評価を受け、以降の映画シリーズには関与できなかった。しかし、スタートレックへの創作意欲は衰えず、1980年代、 後半、ジェームズ・カークの時代から78年後の次世代を舞台にした新スター・トレックの構想をまとめ、制作にこぎつける。旧作の作品設定を踏まえた世界観、ジャン・リュック・ピカードをはじめとした新キャラクターの成功等で新たなファン層を開拓し、同シリーズの人気を再び盛り上げた。本作品により、俳優、または劇中キャラクター以外の映像作品スタッフとしては、 初めて、ハリウッドウォークオブフェームにその名を刻むことになった。しかし、映画6作目、スタートレック,シックス未知の世界の制作中、かねてから続いていた発作で死去。同映画と TNG で、スポックが登場するユニフィケーションが特別追悼作品となった。1997年に行われた、世界初の宇宙層で、その異界が宇宙へ打ち上げられた。なお、 スタートレックで、モンゴメリー・スコットを演じたジェームズ・ドゥーアンも宇宙層が、行われている。2010年、リメイク制作が発表された。リターン o m トゥモロー、オールド・サイファイシリーズ from Star Trek, ・フロム、スタートレック・ CREATORMAYGETNEWLIFENYTIMES.com、e e e。ありがとうございます。